セブンティーズフレア。で、黒いブーツ入ってます。アクセサリーもゴールド。そして髪の毛ストレートにしてます。こんな感じです。家に帰ってきました。今日は1月17日でお姉ちゃんの誕生日なので、これからママとお姉ちゃんと私3人で銀座で、ディナーに行くんですけど、今、4時ぐらいでめっちゃお腹空いたので、ちょっとおやつを食べたいと思います。今度動画であげるんですけど、キヌアとチョコじゃないチョコ食べてるからチョコってしちゃった。ブロッコリーとサラダチキンとキヌアのサラダで、味噌ジンジャードレッシングで、すごいさっぱりしてて美味しくて、アップルティーとブロッコリーチキンサラダ、いただきます。ギャップですごいセールやってて、こうなんかボートネックの結構タイトなピシピシしたトップス、これと、これの色違いの、黒。こういうのってやっぱり着るから何枚持っててもいいかなと思って、でこのネックライン、こういうボートネックの持ってないので、黒と、半袖の黒買いました。じゃあバッグの中身、 What's in my bag をやりたいと思います。これさっき紹介したですけど、スラスベリーっていうブランドで、革もなんかロエベと同じ革使ってるらしくて、めちゃくちゃいい革で、すごい柔らかくて、で中身すごいたくさん入って、こんな感じになってます。午前中にパスポートを取りに行って、ついに10年パスポートになりました。なんかあの北斎とか、北斎じゃないか、なんか富士山とか、なんかこういう絵になってて、そのビザのスタンプを押すところが、中も紫で、なんかこういう感じ、すごい素敵で、10年パスポートゲットしました。サングラス、まあその日で買えるんですけど、今日はこの ADSR の黒のサングラス、これレンズがすごいフラットなので、顔を動かす時になんかキラキラしてすごい好きなのと、やっぱり日本のブランドなので、なんか日本人の顔にすごいフィットして、鼻当てのところもすごい高いので、あのズルズルって落ちてこない。で形はランディ01っていう形です。で本当はケースに入れた方がいいけど、私は直に入れるタイプ財布、最近これ新しくして、あのポレーヌからいただいて、でカードもいっぱいたくさん入れるので、こんな感じで入ってます。予備のマスク、ポータブルチャージャー、これは携帯を16プロにして、15プロだと、このチャージャーのところがタイプ C になったので、前持ってたここのが、この前の携帯のライトニングケーブルじゃなくて使えなくなっちゃったので、この新しいタイプを買ったんですけど、これはここにあのタイプ C
のチャージャーが横にこういうふうにくっついてて、ここからチャージできて、で AirPods とかはこれでチャージできるのですごい便利で、まあ、1回分しかないんですけど、メイクポーチ、なんかカバンによっては直に入れる時もあるんですけど、こういう大きめのバッグはこういう巾着に入れて、今日結構いろいろ入ってるのでこんな感じです。これはあのアホ毛をなくすヘアマスカラ、新作のランコムのイドルのハンドクリーム、めちゃくちゃいい香り、アイライナー、リップライナー、これはケイトのリップモンスター、なんかちょっと茶色みのある大人っぽい色、リップクリームと、これ今一番好きなクリアのキャンディーグレーズ、これホリデーコレクションでめちゃくちゃ良くて、これ大好きで毎日使ってます。あとはコンシーラー2本、ザ・セムノと、オルビスのスティック、あとは、目薬とデザンヌの、クリームチークでなんかハイライトと色、ピンクで混ぜてつけるんですけど、なんかすごいツヤっとして持ち運びにもなんか使いやすくて、これ最近お気に入りで持ち歩いてます。あとは予備のコンタクトと、あとはミントと持ち歩きの香水で、最後に今これを使ってて撮ったんですけど、今日はブログを撮ってるのでこの三脚使ってブログを撮ってました。今ディナーに向かってます。ここです。チェックお願いします。今日全身新入浴です。2024トレコールドコレクションで、今ここにあるうちの一番気に入りのアイテムで、はい、これがリネンのジャケット、かわいい、こういうストラップがついてるから、こうやってね、すごく締めれたりする。この下に超ザ・シーヴィクトリアン調のドレス、かわいい、花柄の刺繍とかも入ってたりするの、こことかもすごいディテールが超かわいい、スリーブとかも、めっちゃかわいい、あまり日本で見ない、見ないでしょ、でもヴィンテージでもあんまりないかも、ヴィンテージもなくて普通の規定の商品でもないけど、シールだから、かわいい、ここがケチでしてね、プラダのローファー、これめっちゃ昨年のベストバイ、あ、これまた履きやすいって言ってたやつ、超履きやすい、あ、でも靴ずれしない、かわいい、そうっていう感じです、ね、あとはアクセサリーいつもかわいいの、ママからのお下がりと、うん、ルーニーっていうニューヨークのブランドと、うんうん、スタジオラブっていう日本の、あのゴールドはヴィンテージのゴールド使って、うん、こういうのが好きなの、かわいい、ありがとうございます。フィットチェックお願いします。フィットチェック、これはコスのメンズのジャケット着てます。あ、メンズなんだ、メンズなの、え、かわいい、これはヴィンテージショップ、 So cute、 で、下は韓国のブランドのものです、スカート、スカート、めっちゃかわいい、で、下はカンペールのブーツを履いてます、ちょっと長めのブーツです。トルコで友達、私も思った、持ってる、うん、そう、トルコでトルコ人の友達が買ってきてくれたやつで、うんうんうん、でこれはどこで買ったの、ツモローかな、うんうん、ツモローとかで買ったネックレスに、うん、でこれはシャネルのネックレスです。いい、でもう一つがママにもらったダイヤのネックレス、かわいいです。
かわいい。リングは？そう、リングは、これはおばあちゃまからいただいたリングで、ゴージャス、ゴージャス、ダイヤです。で、これはディオールの、これは石ですね、サファイアかなの石と、ペリドットの石の宝石のもののやつで、これが、ママ、パパが初めてママとデート行った時にあげたリング。かわいい。何それ？カルティエです。ギャルもかわいい。ギャルです。ギャル。サングラスは？サングラスは、これは実は、拾ったもので、友達と消毒して、今でも使ってる。拾ったやつね。そう、拾ったやつ。拾ったやつ。ありがとうございます。すいません。これのレシピで世界一取ってるんで。すごい。オレンジ入れてるな。お店は？お店は三軒茶屋の裏の方に、茶沢通りの裏の方にあります。ありがとうございます。Yes. Please come to check.